こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。皆さんは大切な家族にはずっと健康でいてほしいなって思ってますよね。でも高齢になると体調を崩しやすいですし、筋力低下から転倒などの事故も起こしかねません。今日はなかなか避けられない医療機関への入院、その過程の中から急な退院をテーマにしています。この動画が皆さんのいざという時の意思決定の助けになればと思っています。ぜひ最後までご覧ください。本日のテーマは急に退院？何の準備もできていないのにどうしたら？です。現在の医療制度では年々長期入院が難しくなっています。なぜなら病院に支払われる診療報酬が病気によって決められる仕組みになっているからです。例えば脳梗塞を発症して急性期の点滴治療を受ける場合、初期のリハビリなので一般病棟に入院する期間です。体に麻痺などの障害が残っても20日間で退院になりますし、もっと軽度で治った場合なら5日で退院するなんてこともよくあります。脳梗塞になって障害を負っているのに本人や家族はあまりに治療やリハビリの期間が短くてびっくりしませんか？そうなんです。ほとんどの方があまりに早い退院を喜ぶどころか不安になってしまうんですよね。これからどうしたらいいんだろうか。家には段差も階段もあるし、前のように生活ができるだろうか。では今日の話を分かりやすくするために、ここで設定を確認しましょう。あなたは50代半ばで一人暮らしをしている80代の母親が隣の県にいています。ある時お母さんが急に手足に力が入りにくくなり、ろれつが回らなくなりました。自分で救急車を呼んで近くの救急病院に運ばれました。病院から携帯に連絡があり、あなたは急いで向かいました。CT や MRI 検査の結果は脳梗塞と診断され、その日から入院生活が始まります。不安に思いながらも無事に入院ができ、医師の治療方針の話を聞いたあなたは少し心の中でほっとしました。入院生活が始まり、毎日朝晩に点滴を受けます。最愛手術は受けずに済みました。治療は受けましたが、右半身、特に右足には麻痺が残りました。点滴を受けながらリハビリテーションも始まりました。あなたは仕事帰りでなるべく面会をして本人を勇気づけようと心がけました。治療とリハビリが継続し、お母さんがなんとか一人でトイレに行けるようになった頃、突然病院から告げられます。入院期限となりますので、来週月曜日には退院してくださいね。それまでにどうするか考えておいてくださいね。あなたはどうしたらいいかわからなくなりました。お母さんはようやく病院のトイレに一人で行けるようになったばかりです。リハビリをまだまだ受けたい気持ちを持っています。ではどうしてこんなことになるんでしょうか。現在の入院は医療費の圧迫を防いだり、本人の筋力低下を防ぐ観点から早く治療を終えることを目的としています。救急病院では、長期の療養やリハビリができません。急性期の治療が終われば退院です。ほとんどの患者さんや家族はそのことをご存じないので驚くことが多いんですよね。とは言っても、病院が決めた入院期間を延長すること、これは難しいでしょう。どうするか考えてくださいねとありましたよね。では私と一緒に考えていきましょう。病院を退院してからの行き先は大きく分けて3つあります。 1. 自宅や家族の家に帰る。 2. 施設に入る。 3. 転院する。それぞれについて解説をしていきますね。誰もが住み慣れた自宅に帰りたいと思います。それではもし自宅に帰る選択肢をした場合はどうなるでしょうか。自宅に帰ると介護保険を利用して生活をすることになります。入院中でしたあなたは病院の勧めで早々に介護保険の申請をしていました。そのため担当のケアマネさんや病院のソーシャルワーカーと相談をしながら準備を進めることができていました。お母さんの家は古い一戸建て、階段、1階が水回りとリビング、2階が寝室となっていました。まだ麻痺の残る体では、階段を上り下りすることができません。ケアマネージャーと相談の上、1階にはレンタルの電動ベッドを置くことに決めました。これで階段の上り下りをする心配はなくなりました。一人暮らしを継続するつもりですが、家族には仕事があり、ずっと一緒というわけにはいきません。入浴や昼食、交流の機会のためにデイサービスを利用し、それ以外の日は、お昼前後に家事の支援を含めてヘルパーさんに来てもらうことにしました。
できるだけ仕事が終わってからは家族が順番に顔を見に行くようにします。定期的な病院の受診も分担して一緒に行くことにしました。そして玄関付近には段差があるので、住宅会社にて手すりを取り付けることにしました。医療機関によっては、退院前指導や家屋調査というものがあります。これは、退院する自宅に看護師や理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、住宅改修業者、福祉用具業者、こういう人たちが集まり、自宅の中で生活の上で困難となる場所を先に見つけておく、このために集まる機会です。退院後の計画、そして、入院中のリハビリに生かしていくことができます。そのため自宅に帰るですね、準備を大至急で整えることができ、無事に退院することができました。ここで、注意をしないといけないことなんですけど、自宅に帰るまでに、準備を済ませておくことが必要です。なぜなら退院の日から、3日ぐらいがですね、転倒とか、他の事故、こういったことのリスクが非常に高いんですよね。自宅に戻ってしばらく様子を見てから手続きをしようと考えていると、退院後の不安定な体で無理をして転倒したり、ひどい時には再度入院するようなことになってしまうので、注意して準備を進めていきましょう。次に、家族の家に帰る方法を考えてみましょう。年老いたお母さんを自宅に残しておくのはやっぱり心配です。あなたは家族と相談の上同居をすることに決めました。退院にあたってはあなたの自宅の近くの居宅介護支援事業者と契約をして、ケアマネに退院後の生活について、相談をすることにしました。ここで注意が必要なことなんですけど、病院の近くのケアマネージャーではなく、あなたの家、すなわち引き取る先近くのケアマネージャーが担当するべきということです。ケアマネは地域に根ざしています。デイサービスやヘルパー、その他のサービス事業所とも連携をするため、離れた地域よりは近くで仕事をしている人の方がネットワークをたくさん持っています。家族と同居をする場合も自宅に戻る場合も、環境整備やサービス事業所の導入などはほとんど一緒です。でもいつもね、家族に見守られながらの生活は、人にもよりますけど嬉しいんじゃないのかなと思いますからね。個人的にはぜひ検討してほしい選択肢です。脳梗塞後遺症に悩む場合や、自宅で生活することに不安がある場合には、施設に入るのもいいかもしれません。それではもしも施設に入るという選択をした場合はどうなるでしょうか。お母さんがリハビリテーションの継続を求める場合には、病院からの紹介による介護老人保健施設への入所という方法があります。老健施設では生活全般の介護を受けるとともに、医師の指示によるリハビリテーションを理学療法士や作業療法士といった専門職から受けることができます。この施設は3ヶ月を中心とした契約となります。リハビリテーションが終了して在宅に帰る自信ができたら、施設を卒業して家に帰ることができます。まだ自信がない場合には、契約を延長することもできます。入るには病院からの紹介が必要不可欠ですので、入院中から施設に入りたい旨を医療ソーシャルワーカーに伝えておく必要があります。この場合の話のお母さんはですね、軽度な介護度であると想定できますので、特別養護老人ホームなどには、入所することができません。老健施設以外ではサービス付き高齢者住宅や、介護付き有料老人ホームなどの有料施設への入所もできます。これについてはより詳しい施設の種類と選び方の動画がありますので、ぜひそちらも概要欄からご覧ください。退院してから施設に入る時の注意点なんですけれども、必ず本人と家族一緒に見学に行くことです。そして入居後によくトラブルとなるのはお金の問題です。その辺もきちんと事前に確認をしておきましょうね。もしも病院を転院する選択をしたらどうなるでしょうか。脳梗塞なので救急車で搬送され、すぐに治療入院する病院を、急性期病院と言います。急性期とは病気を発症してすぐや、事故に遭った直後など生命に関わる状態で24時間全身の管理が必要な状態であることを指します。この急性期病院は、おおむね3ヶ月が限度ですので、それ以上入院を希望される場合には、病院を移ることになります。移る先の病院は、脳梗塞の場合は、回復期リハビリテーション病院に転院するのが一番ポピュラーでしょう。
急性期で治療を受けて病状が安定をし始めた発症から 1,2 ヶ月の状態を回復期と言います。この回復期に集中的にリハビリテーションに取り組むことで、低下した能力を再び獲得できる可能性があります。これを行うのを回復期リハビリテーション病院と言います。入院の期間は脳梗塞などの脳血管疾患の場合は最大で150日可能となります。その間に一人一人に合わせたプログラムでリハビリテーションを行い、退院後にスムーズに日常生活に戻れるように必要な訓練も行います。この場合、家族が自宅や同居の環境を作るための時間稼ぎをすることもできるので、非常に有意義な選択とも言えると思います。以上、急に退院が必要になった時に検討すべき行き先の選択肢をお伝えしました。1、自宅や家族の家に帰る。2、施設に入る。3、転院する。本人の障害の程度や病気の状況、使える金額、家族の就労状況などからしっかり検討して備えていきましょう。最後に私からお伝えしたいことです。介護はある日突然自分の身に降りかかってきます。それまで元気だった親が病気になったり、自分が交通事故に遭って怪我をしたり、介護はテレビの中の遠い将来の話ではありません。明日起きるかもしれないあなたも含めた社会全体の問題です。今のうちから必要と思われる情報を知っておくことで、いざという時にも慌てず対処ができます。身近なケアマネージャーや相談員はきっと皆さんの選択の助けになってくれると思います。長生きチャンネルでは、介護を受けている方、介護者、家族の方にですね、有意義な情報をこれからもたくさん発信していきます。まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこの動画が良かったなという方は、いいね、高評価ボタンをよろしくお願いします。皆さんの明日が幸せでありますように。長生きチャンネル藤川でした。どうも、さようなら。